消防などによりますと火事があったのは石垣市石垣の民家できょう午前5時ごろ、トタン屋根が燃えていると通報がありました火はおよそ1時間後に消し止められましたが木造平屋の住宅を全焼しました出火当時1人で住んでいる69歳の男性が室内にいましたが近くの住民が男性を助け出し背中などに擦り傷を負ったものの命に別状はないということです 警察と消防が火事の原因について詳しく調べています。